女子プロレスっていうのはね、はい、長い長い歴史があって、はい、いろんな栄光もあって、うん、その栄光にほとんど私かかってきたんですよ、うん、例えば、うん、ユーティピア時代、はい、クラッシュギャル時代、はい、団体対抗戦闘、はい、全部私が仕掛けました。すごいお母さん、そうなんだ、お疲れ様です。すごいですね。お母さんお疲れ様です。あずみちゃんお待たせしました。お疲れ様です。あずみちゃん、はい、ちょっとごめんなさい、うちガキの来れるお店じゃないんです。いや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 、言ってください。あずみちゃんもう二十歳になったんで。二十歳になりました。今日二十歳のお祝いでここに呼んだ。二十歳なりました。あずみちゃんが二十歳、成人です。おめでとう。それはどうぞどうぞ。やったんです。もう二十歳になったの。そうなんです。いいですか、お邪魔します。どうぞどうぞ。そっか、二十歳か。早いね。ありがとうございます。やったー。そっかそっか、それはちょっとね、みんなでちゃんとお祝いしましょう。ぜひ、三人ですが、ね、粋なことしてらっしゃる。はい、じゃあ改めて、あずみちゃん、はい、私の誕生日おめでとう。ありがとうございます。すごいね。当時はさ、こんなあずみちゃんと一緒にお酒が飲める日が来るなんて。いやいや、もう思わないですね。思わなかった、本当に。すごいなって、あの時が何歳ぐらい？あの時は14歳、15歳なんで、もう5、6年前とか。5、6年前か、そっか。ですね。あの時はね、はい、まだ新木場とかでさ、はい、うちらいろいろやり合ったりとかね、しててね。やりましたね、懐かしい。懐かしい。なんか、あれあれもう数年、新木場やってないね。そう、最近はやってないですね、うん、新木場では。あそこでやってるとこまだあるんだ。まあ、はいはいはい。一応、はい。一応そうです。でも今スターダムさんもね、結構大きい会場でね、やっぱやってらっしゃるから、すごいですね。そう、最近後楽園も普通にやってますし。そう、後楽園はもうなんかね、普通になんか通過点って感じだね。はい、今横浜武道館とか通過点、あったりみたいな。両国とかね。あ、そうですね。今度、うちも横浜アリーナですね。あ、いやいや、でも、夏さんもこの前、横浜アリーナで試合があったんですよ。そうなんですよ。お疲れ様です。ありがとう。試合させていただきまして。見ましたか、試合。見ましたよ。ああ、はい。ありがとうございます。いろいろ YouTube あったんで。あ、YouTube で。あ、無料って。ありがとうございます。いや、試合も見たけど、バックステージコメントも見ました？バックステージ見てないんだよね。いや、バックステージコメントもあったんですよ。あ、まあ、いいか、それは。私これ最後まで見て、なんか最後まで見た人、夏さんひどくて、それはいいね。知らないとこでなんか、なんか女子プロレスはスターダムだけじゃないんだよみたいなこと言われて、その話はいいか。そう、知らないところではちょっと悲しかった。まあ、確かにスターダムだけではないんだけど、スターダムがいなかったら、今女子プロレスはもう、とっくの昔終わってたね。まあ、ちょっとあんまりピンと私は来ないですけど、はい、ね、何年間も休んだんで、まあまあまあ、その間に情勢変わったんですよ、業界の。あ、なるほど。スターダム合ってる女子プロレス、うん、女子プロレスイコールスターダム、うん、ね、みんなさ、うん、スターダムに負けまいと一緒にやればいいのにね、合併してさ、じゃないとスターダム勝てないよ。まあまあまあ、女子プロレスはスターダムだけでもいいの、ね。まあ、うん、ちょっとよくわかんないんですけど。いやいや、まあ、一番わかってるでしょ。いやいやいや、めっちゃことわかんねえな、全然。いやいや、もう一回言ってみろ。やめてやめて、何言ってんの、余計なこと言ってごめん、余計なこと言ってごめん、そうだ、お前が言うよ、お前が余計なことを言うからな。おい、てめえ、まだクソババア、なんでんだ、俺は、てめえよ。おい、クソガキ、てめえ、これだから、こうね、おかわり、これ、どこ行ってんだ、ボケ、これ。逃げて逃げて逃げて。